一度解放されていくとね、もうあとはあえて自分で自分の女性性をないがしろにしたり無視したり傷つけたり抑圧さえしなければ、あとはどん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 溢れてきます。皆様こんにちは、田中小梅です。田中小梅の女性性解放チャンネルへようこそ。このチャンネルのテーマは愛、自由、性、美、喜びです。実はね、まだこの動画を撮ってまだ10本ぐらいしかね撮影してないんですけども、おかげさまで私のボーイフレンドのゆうきくんと一緒に出演させていただいた動画が、その1週間ぐらいの中で約1万9000とか、いくようになってまして、本当に皆さんのおかげですありがとうございます。まあ、せっかくねやるからには本当にたくさんの人に見てもらいたいなってすごい純粋な気持ちがあります。だって34歳差の恋愛を、まあ、私はしてるわけなんだけども、まあ、一般常識からしたらね、いろんな、まあ、賛否両論いろいろあって当たり前だと思うし、いろんなその人たちの考えっていうのはもう一人一人その人の思いだから、そのものに対していい悪いっていうこともないしね。だけどももちろんゆうきくんもそうだし、私もやっぱりこの YouTube っていう公のねこの世界で私たち2人のことを紹介というか、こう見ていただくっていうのにはとても勇気がもちろんあったので、なのでまあそれをたくさんの人がまあ見てくださるっていうのは勇気を出した甲斐があるなと思っています。ありがとうございましたまあそう、本当にだからゆうきくんとの動画の方がすごい圧倒的に視聴回数が多くて、なんか私一人だとそうでもないけど、でも頑張ります今日はですね、私がこのチャンネルを作ったね、作らせていただいたのにやっぱり願いがあって、それは男性の中にもある女性性、女性の中にもある女性性、その女性性っていうのがやっぱり喜びの多い人生、喜びを感じる人生にはもう必要不可欠なエネルギーっていうか性質だから、そこを癒して解放される人が一人でも二人でもとにかく増えてくれたら嬉しいなっていう願いを込めさせていただいているチャンネルです。今日はじゃあ女性性が一体癒されて開かれて高まってきたらどういう人生にいいことがあるの、女性性が高まってきたサインって何っていうところのお話を今日はしていきたいと思います。まずね、その1、女性性が高まってくると直感が冴える。女性性っていうのはそもそも受け取りの力です。受け取る、感じる、受容する。なのでいろんな、それこそ前の昔の松任谷由実の歌でさ、すべてのことはメッセージっていうね、小さな頃は神様がいて、歌いすぎそう、歌の歌詞、あ、本当にユーミンって天才だなと思うんだけども、全てのこの私たちが生きている日常の中に全てがメッセージ、目の前にいる人もまるで本当に神様のメッセンジャーみたいなね感じだなと思いながら私は生活してるんだけども、まさにいろんなその人だけではなくて出来事や目にするもの、そこにすごくメッセージっていうのがあって、それによって自分のなんかよりその成長に対する気づきっていうのがあると思うのね。そういう気づき、あとは受け入れる、受容、感じる、受け取り、これらは本当に女性性の最もメインとなるエネルギーの性質だと思うんだけども、それがねやっぱり高まってくるから、ピンピンっていろんなことを気づきが早くなると思います、間違いなく。で、次にただ大事なのは、気づいてスルーしちゃったらダメなんだよね。気づいて受け取る、そうか、なんとかだって思ったら、それをいやいやいやそんなことはないよじゃなくって、そうか、じゃあそれを食べてみようとかね、じゃあそこに行ってみようとか、なんとなくお友達の顔がピコーンって浮かんだら、じゃあちょっと久しぶりに何年かぶりだけ
ども連絡してみようとかね、気づくことも女性性だし、そして受け取ることも女性性になるからね、そのセットでね。そして今行動っていうのは、実際に行動するのは男性性だけども、このセットがすごい大事かなって思う。まずは女性性が高まると、1、気づき、受け取り、感じる力がぐーんと高まるっていうのがあります。まあそうすると、なんて言うんだろう、自分が必死で生きるっていうよりは、なんとなくピコーンっていう方に動かされていくっていうか、なんか生きるのがやっぱり楽になるかなって感じています。そして次に、その2、自分で言うのもなんなんですけども、愛とか優しさが溢れてきちゃう。これね、本当に以前のね、もう本当に何年か前とか、10年前とか20年前とか30年前とかとは想像もつかないぐらい、あの時は欲しくて欲しくてたまらなかった、いろんなものが。もう人からのね、承認、認めてほしい、優しさ、愛、お金、もうブランド品とか、もうとにかく何でも欲しかったけれども、今はね、欲しいものがないっていうよりは不足感っていうのがない。欲しいものはあるし、その欲しいっていうものに対してすごく素直に自分で望んであげて、それをちゃんと手にするっていうことも全然自然にね、それはするんだけども、でも不足感っていうのかな、飢餓感とかで飢えてる感じとか不足している感じっていうのは本当にもうなくなってしまって、逆に別に与えたいとかっていうわけでもないんだけど、なんか溢れちゃってるみたいで、この数年に関して言うと、それが年々多分どん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 女性性が癒されて高まってる分、愛や優しさが溢れてきちゃってるから、会うお客様とかお友達、生徒さんに本当にいつも、その後ね、なんか俺例のメールとか LINE とか頂戴すると、小梅先生みたいに愛が溢れる人間になりたいですとかってね、書いてくださっている方も多くなって、自分ではもちろん溢れさせようなんてね、思ってないし、そもそもそういう何々させようって思うのって自然ではないから、そういうのも別に好むことではないんだけれども、結局はコップの水と一緒で、やっぱりコップの水を入れて、どん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 水をいっぱいに満たしてあげて、そして満ちちゃったら溢れちゃうよねっていう、すごく自然なことだと思うんだけども、これもじゃあどうやったら、この自分が器だとして、その中にあるものがどうやったら溢れるかって言ったら、自分の女性性っていうのに気づいて、そこを意識して癒して、そして解放する。一度解放されていくとね、もうあとはあえて自分で自分の女性性をないがしろにしたり、無視したり、傷つけたり、抑圧さえしなければ、あとはどん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 溢れてきます。溢れると自分自身も、ほら、さっき言った不足感がないから、欲しい欲しいっていうね、そういうのもなくなるし、認めてほしいとか愛してほしいとか、そういうのもなくなる。だからすごく自分もとっても安定、安心、楽な状態でいられるし、あとはきっとこの溢れたこのエネルギーっていうのがどんどんこう私の周りに広がっていったとしたらね、やっぱりそばにいる、一緒にいる人もとっても気が楽だったり、心地よかったり、癒されたりっていうことが起きてくるんだろうなって思うのね。あと私自身がその女性性が溢れてきて、すごく本当に楽になったのは、人を見た時に、人と関わる時に、丸ごとのその人を無条件で愛せるっていうか、受け入れられるっていうか。だから例え話としては変かもしれないんだけど、こういう YouTube とかやると、やっぱりコメントでね、応援してますっていう愛あるコメントもあるけど、そうじゃないコメントも、こういう世界って、 SNS の世界ってあるじゃない。でもちろんネガティブなコメントって、もちろんね、見るとみんな悲しい気持ちになると思うんだけど、でもね、すごい変なこと言うかもしれないんだけども、その人たちのことも尊重できるっていうのかな。その人たちも何か理由があってっていうか、すごく自然に本当に素朴な疑問だったりとかっていうのがあって、そのコメントを書いてらっしゃるんだなと思うと、なんか本当にそれも受け入れられるっていうか、そうなんだなって
自然に思えるっていうのが、もしかしたら私の中の女性性が癒されて解放して、この溢れてきているっていうところで、そういう風に思えるようになったのかなっていう風にも感じています。では2つ目は、女性性が高まってくるサインとしては、愛や優しさが溢れるです。そして3つ目は、若返る、美しくなる、魅力的になる。どうでしょうか。これも自分でね、言うのはずうずうしいの、重々分かっております。でもこれも誰かと比べているわけではなくて、あくまで自分の中で、10年前や20年前の年齢が今より若かったあの頃の自分と比べても、今の私が一番好き。本当にもちろんね、物理的に年を取っていくっていうことは、物理的に酸化していくわけだし、どんどん朽ちていくわけだし、老いていくわけだし、まあ、そんなのは重々分かってるし、でそれは気になってないかって言ったら、もちろんその物理的にもできる限り自分に対する美容のケアとかね、お金をかけたり時間をかけたり、お世話ね、一生懸命私も努力しております。それはそれとしてね、あるんだけども、自分の中のこの若々しさとか、見た目のことだけではなく、こう内側からなんか本当に年々子供っぽくなるっていうか、すごくピュアになってきている感覚っていうのが自分で感じられる。それはとっても嬉しい。なんか疲れた中年ではなくって、本当に毎日、今日はどんな楽しいことがあるんだろう、どんな人と会えるんだろう、どんな素敵な時間が待ってるんだろう、朝起きた時に遠足に行く子供のテンションで毎日過ごすことができるからね。だから本当にまさに喜びを感じながら生きていけるようになるのが、女性性が癒されて解放されていくっていうことだからね。ぜひぜひ本当に皆さん、このコウメのチャンネルを見ていただいて、一緒に癒して解放していこうね。あとはまあ、魅力的になるっていうのは、誰とも比べなくなるし、何を言われても本当に結構平気。なぜなら、だって私は私を大切に、私を信じて、私を認めて、私を愛するっていう道を歩き出してますっていうことだから。だからそうすると、当然私として生きてるんだよね。それが結局魅力になってるのかな。本当にだって一人一人が世界で唯一無二、その人しかいないんだよね、この地球上に。ってことは、その人がその人を生きればみんな魅力的なんだと思うわけ。だけども、ほら、自分に自信がなかったり、誰かと比べてたり、誰かに一度ね、お前はなんかブスだとか、お前はなんとかだって言われると、それがずっと傷ついて引っかかってね、なかなか自分の魅力に気づけなかったり、または私なんて魅力がないって思ったりっていう方もいらっしゃると思うんだけども、女性性をだから癒して解放することで、もう一度ね、自分の中の魅力再発見できますのでね。あとね、そうそう、朝パッと本当に顔、鏡を見た時とか、道を歩いてふってショーウィンドウに映った自分を見て、なんかあれ可愛いとかって、えなんか素敵って思えたら、それはもう間違いなく女性性が高まってきているサインです。その3、ね、女性性が高まってくると、若返る、魅力的になる、美しくなるです。まだまだね、本当はあるんだけども、今日は前編ということで、次ね、この同じテーマ、女性性が高まってくると見えてくるサインっていうのの後編をこの後やらせていただきますが、今日はこれで終わります。いつもありがとうございます。無条件の愛をあなたに。